石川雲長から1883年5月13日は、幕末、明治初期、主に、越後国で活動した彫刻。寺院などに、色鮮やかで、躍動感あふれる、木製彫刻を多く残し、絵画を含めた作品は1000点以上が現存している。1814年、江戸の雑司ヶ谷で生まれた。本名は安兵衛。 若くして江戸堀石川流の堀物師として名を挙げ、名字立て脇を許された。二十歳代で幕府御用勤めになり、石川安兵衛蜘蛛町を名乗った。江戸での制作記録は確認できていない。越後三条にある北家修人門流総本山、本聖寺の修築のため、段下総代の金物賞、内山又蔵の招きに応じて、三国峠を、 熊谷の玄太郎と越え、越後に入った。当時からのみなどの金物の町として知られた山城で、向こう用紙に入り、境生となった。数岡詰数をもうる。現在、雲町は、本聖寺本堂脇の墓所に眠る。代表作は、越後日光と言われる、西福寺海山道の天井を飾る、道元禅寺蒙古町伏の図。 このほか越後国で、栄林寺の乱馬などの彫刻群や、秋葉神社奥の陰旧土地をし、随昌安金剛力士像など、多くの彫刻を各地に残した。後に三条に戻り、1883年70歳で死去した。法名は、漢ぐ院新生ビアス神事。墓は三条資本聖寺にある。弟子に、北村久介。 川村特事という者がいたという。石川雲町には、酒好き、今日が乗らなければ、のみを握らなかったと様々な人物像が語られているが、写真や記録等のはっきりとした資料はない。その彫刻の多くは色鮮やかで彫りが深く、何層にも彫り重ねられた精巧さと大胆な構図が特徴であり、それらの作品からは多式で真面目な人柄がうかがえる。 西福寺。雲町作品に興味を持った新潟県在住の写真家、木原直が1991年から紹介記事を新潟日報に1年ほど連載し、1993年には越後の名称石川雲町を観光した。これを見て寺院だけでなくその段下など個人宅からも似た木彫りがあるといった情報が寄せられるようになった。 木原の調査によると、通常は非公開のものや置物、絵画なども含めた、雲町作品は1000点以上が確認されている。さらに、古美術品鑑定家の中島聖之助が NHK のテレビ番組、古事巡礼で新潟県を訪れた際、雲町作品を見て、簡単のあまり、これは越後のミケランジェロだと叫んだ。これを機に、雲町は、 越後のミケランジェローとして、全国的に知名度が高まり、地元自治体や作品を所蔵する寺も、観光 PR に使っている。2011年9月17日、西福寺家第2、石川雲町検証の像が建立された。この銅像は、団家の人たちの石川雲町の作品を後世に譲り伝え、その功績を称えたいとの声から始まったもので、 それに賛同した松田武志氏が石川雲町の松江探しから銅像制作、監修、設置までをトータルプロデュースし、松江や地域住民、魚沼市、魚沼観光協会、銅像制作会社、団家、再福寺など様々な人たちの協力を得て完成したものである。2014年は石川雲町生誕200年となる。 2015年12月10日、南魚沼雲町会が設立された。ありがとうございます。